今月上旬、室蘭市石川町の工事現場から鉄板2枚が盗まれる事件が発生しました。一方、同じ室蘭の商店街では2018年から道路に埋め込まれた銅でできたプレート11枚が盗まれたとみられる被害も確認されています。このプレートには市民からの一般公募で選ばれた室蘭市を象徴する風景などが描かれていました。今に換算するとね、やっぱり100万円相当になると思います。足がね、引っかかって、いわゆる捻挫したとかですね、それから治療室など骨折した人もいらっしゃるんですよ。プレートを管理する振興組合では警察への被害届の提出も検討しています。